はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 B の期待値丸1をお送りします。でもタイトルねボンと出てますけど、今回期待値の勉強をしていきます。これね動画2本撮っていくんですけど、まあそれのスタートですね。でポイントはありません。問題やりながら確認していく感じにするので、今回2問できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で確認してもらってちょっと厳しいと思う方は今からね自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ねまず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。でまあシンプルにね、次の確率変数 x の期待値を求めようっていう問題です。で期待値っていう新しい言葉が出てきてるんですけど、実は前回までにやってきた確率分布の表があったでしょ。あれ書ければ絶対解けます、期待値に関しては。そうだから、もう確率分布書けばいいじゃんみたいな風に思ってもらって大丈夫です。で、1番が、白玉が5個。で、黒玉が3個。計8個だね。そっから3個の玉をと同時に取り出すときに、その中に含まれる黒玉の個数 X。それの期待値を求めていきます。なので、まあ普通にね、確率分布を求めていきたいから、うん。で、X。で、ちょっとね、書く量が多いので、ちっちゃめでごめんね、今回。よし。で、まあ3個取り出すので、全部、白取り出しちゃったら黒0になるので、0があり得るよね。だから0スタート、1個、2個、3個と。で、計が1となります。ちょっと長いかな。で、P か。で、期待値の問題は、まあ答えだけを書かされる場合もあるんですけど、結構途中式も、書かされるイメージがあるので、その時はまあこの4箇所をちゃんとね、こうやって計算しましたよって分かるように残してあげてください。で、今回は8個から3個を取り出してるので、ちょっとまあ書くスペースがないんで、本当はね、分母だけ計算しちゃってもいいんですけど、8C3 で。まあ一応、P、X が0の時です。ここね。で、分母は 8C3。8個のものから3個取り出してるからね。で、分子は、今回 X が0ってことは全部白玉、つまり白の5個から3個取り出せばいいので 5C3 になります。で、ちょっとこれ暗算させて、 8C3 は56か、56分の 5C3 が5C2 と同じだから10か。これちょっと喉の調子が悪くてね、申し訳ない。で、56分の10になります。で、全部やっていきましょう。X が1の時。でもこれも56分のは分かっているので、1個ってことは、こっちから1個、黒がね、1個こっちから2個必要だから、5C2×3C1 と。で、56分の10と3だから30。30、ちょっと再書いちゃおうか。56分のと、56分の。で、まだいけるよね。P の X が2の時。で、56分の2個だから、こっちから2個。こっちから1個だから、5C1×3C2 となって、15か。15。で、この、もし途中式欠かされないんだったら、ここね、あと引き算で求めてもいいんですよ。これ足していくと、40、55だから1なんだよね。こうなる。ただ、途中式をしっかり欠かされる場合は、書かないとまずいですね、この場合は。なので、x イコール4じゃない。間違った。3の時だね。は、56分の3ってことは、こっちから3個。つまり 3C3 なので1なんだよね。まあ、こうなる。これで確率分布完成しましたと。で、こっから期待値なんですけど、期待値はよく EX って書きます。EX いいんだね、EX。うん。で、こうなって下 OK だね。で、やり方としては、ここをかけるんです、全部。ここ。0かけるこれ、1かけるこれ、2かけるこれ、3かけるこれ、そして全部足すっていう。以上です。これだけ。
で、基本的に確率分布の時には分母は揃ってるはずなので、全部書くとめんどくさいから、56分のもう共通で書いてしまって、あと書ければいい。でも、0×10 はもう0だから、1×30 で30、プラス2×15 で30、プラス3×1 で3。これです。で、あと計算するだけ。で、やると、56分の63。これは7でいけるかな？8分の9か。これで確率じゃない、ごめん。期待値終了となります。これ答えね。8分の9。これが期待値の求め方です。いいかな？では、2番いきましょう。で、次は1個のサイコロを3回投げるとき、これね、3の倍数の目が出た回数 X の期待値を求めていきたいと。つまり、まあ、1個のサイコロを3回投げるんで、まあ、3回やると。で、サイコロ3個、サイコロ3回と同じだから、分母216になります。こっちで大きいんだよね。まあ、そう、ちょ、数がでかいんですけど、ひとまずはね、確率分布が必要になるので、3回投げると。で、全部出ないこともあり得るから、0回、1回、2回、3回と。で、計1となります。で、P だね。まあ、分分かってるんで書いちゃいましょう。216、216、216の216と。では、求めていきましょう。で、X が0の時ですね。で、まあ、この辺のね、問題に関しては、数えの一応確率は取ってあるので、まあ、そこをチェックしてもらえばいいかなと思うんですけど、まず、X が0。ってことは、3の倍数の目が出ないときですね。出ないとき。で、これに関しては、結局、3の倍数っていうのは3と6です。だから、3の倍数なのは6分の2なんです。で、3の倍数じゃないのが、6分の4になります。出るのがね。で、それが、6分の4の方ね。3の倍数じゃない方が3回出なきゃいけないんだよ、最初。だから、6分の4の3乗になります。これやるとね。で、今、こっちで計算してるんですよ、わーと。あ、本当は、約分しちゃっていいですかね。3分の1と3分の2変えてしまって、分母も変えちゃっていいです。ただ、一応、まだ、こう、確率の動画始まって間もないので、サイコロ3回とか、サイコロ3個やるときは216ですよって言い続けちゃってるから、今俺が。一応それでやってるんですけど、普通に書いてくださいね。そっちの方が簡単なんで。ただ今回説明上ちょっとこれでやります。で、これ計算すると、216分の4の3乗なんで、64か。まあ、64になります。で、どんどん行きましょう。1です。で、ここですね。1に関しては、6分の2が1回、6分の4が2回出なきゃいけないんです。だから普通に考えると、6分の2が1回出て、6分の4が2回出るよねってやるんですが、これは数英の時にもやったように、こう反復思考ね、同じことを繰り返してやるときは、3回中1回出るって考えると、3、4、1がここにくっつかなきゃいけないんです。で、ここが、って思う方はちょっと数えの方を一回見てもらえるとありがたいです。で、なんでこっちくっついてないのかっていうと、これ 3C0 なんですよね。3C0。3回中0回しか出ないから1が隠れてる。でも1計算してもしょうがないんで、今書かなかっただけなんですけど。で、また、例えば、3回中1回こっちが出てるって考えてもいいし、3回中2回こっちが出てるって考えたら 3C2 になるんですけど、3C1 も 3C2 も計算同じなので、どっちでも構わないです。ただ一応、今、この3の倍数が1回って考えてるんで、一応 3C1 で計算してますけど、答え変わらないですからね、そこはね。で、若干話それましたが、ここを計算すると、16、32、3かけるから、96か。こうですね。だからほんと3分の1とかで計算した方が楽なんですよ、ほんとは。で、いきます。2の時。だからこれも3回中2回出るって考えて、
6分の2が2回、6分の4が1回です。で、計算すると、シシだ、シシ16、3だから、48か。よいしょ、こうなります。で、最後ここに期待値書きたいから、右行こうか。と、3の時ですね。で、3の時は3回中3回なんで、3C3 です。で、3C3 は1なので、書かないです、これは。で、6分の2の方が3回出ると考えると、8になる。で、一応ね、足し算しとくと安全ですね。160、208、216となってるから多分大丈夫だろうと。で、最後、期待値に関しては、EX ですね。で、216、分母共通なので、先にこう長く書いてしまって、かけると。で、0×64 は0だから無視。1×96 が96、プラス、2×48、96、プラス、3×8 が3パ24。192だから、あ、はい。一致するんだね。216か。つまり、こっちの期待値は1でしたよと。これで終了となります。ひとまず、期待値の最初の動画なので、期待値がこういう風に解くんだよっていうのを掴んでもらえたら嬉しいです。で、さっきも言いましたが、こっちに関しては、ここがね、6分の2と6分の4で分かれてるので、3分の1と3分の2にしてしまえば、いくつだ ?27 か分母が、に減るので、かなり楽になります、そっちの方が。うん、とは思うんですけど、一応今回はね、サイコロ3回とか、サイコロ3個投げるときは、分母が216だよね、みたいな話をずっとしてるので、今回これでやらせてもらいましたが、まあ、答えは一致しますんで、絶対に。するんですけど、3分の1と3分の2でやった方が楽かなと思います。いや楽ですね。楽かなじゃないね。楽ですね。では、今回は高校数学数 B の期待値丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、もう一本期待値を取るんですけど、これね、ワークとかに載ってることが多いんですが、得か損かみたいな問題があるんですよ。こういうことをしたときに、これを参加したら得になりますか損になりますかみたいな。で、そのやつを、ちょっと問題をね、解いていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。